おはようございます、ゆりこです。ただいま私はライダーズイン中土佐さんで資格させていただいておりました。というわけで今日は高知県をぶらっと走りつつ、リベンジもしつつ愛媛県に向かいたいと思います。おはよう、こうちゃん。こうちゃん久しぶりやろ。久しぶり。こんにちは。お、あるある。よいしょ、失礼します。おー、いるいる。よいしょ、ゲット。おーちゃん、おーちゃん、おーちゃん。おはい、今回も卵かけご飯です。やったー。ゴーゴー、行ってきます。なんとですね、ライダーズイン中土佐さんの奥さんと一緒にツーリングさせてもらいます。で、後でね、旦那さんも一緒に合流します。というのも、前回の旅の最後の資格地となってしまったね、この中土佐さんから私は前回柏島行って、その後四万十川の沈下橋に行ったんですよね。まあ、そこでやってしまいまして、楽しかった思い出なんですけど、苦い思い出でもあって、今回四国に来たのもリベンジっていうこともあって、ただ沈下橋だけはね、ちょっと今回行くのやめようと思うんですって話をしてたんですけど、ぜひ一緒に行こうってね、誘ってくださったので甘えさせていただきます。いや、お忙しいのに本当にありがたいです。今日はね、2度あることは3度あるということをないように、最後まで、次の目的地までにね、無事に走りつけるように楽しんでいきましょう。追いついた。旦那さんも合流しました。なのでこれから3人で走っていきたいと思います。わー、心強い。お、沈下橋だ。え、あれ渡るの？行くの？あ、わー、綺麗だけど、あー、綺麗。渡れたね。めっちゃ綺麗だった今のとこ。そう、沈下橋にね、全く悪いことはなくて、ただただ私がトラウマを持っているだけなので、今回ご夫婦と一緒にね、走ることによってトラウマを払拭できればと思います。今はね、381号線という道を走っていまして、いや、これ普通に観光で回ってたらこっちの道はあんまり通らないルートだったので、やっぱ地元の方のルート案内っていうものは心強いですよね。よし、道の駅で一休憩しまして、なんかね、この近くに面白いスポットがあるらしいので連れてってもらいます。この辺りがね、大正っていう町なのかな。え、すごいいい感じの駅。昭和レトロでしたね。あ、ここに、よいしょ、すごっ。すごい、お邪魔します。あ、すごい、分厚い。金庫ってこんな分厚いんだ。本当だ、お札が。銀行みたいに、まあ、お金じゃなくても焼酎を預けるっていうことになるんですけど、この預貯中 75% っていうのをこちらで、まあ、金庫の中で出せるようになるんですけども、で、一応あの利息も1年預けていただいたら1年分の利息、まあ、2年で契約していただいたら2年分の利息、3年でもいっぱいですね。本当に通帳だ。通帳です。
お、もう一つ沈下橋が見えてきました。鉄橋と一緒に見える沈下橋スポット。うわ、時計、すごい緊張する。おお、あ、でもこうやって渡っていると広いね、ここの橋は。綺麗綺麗、あ、気持ちいい。さあ、それではいよいよですね、私の事件のあった三郷沈下橋ですね、近づいてます。あ、ドキドキする。あ、来ました。来ましたね、こちらですね。同じことにならないように、本当にここら辺でいいかな。そうそう、めっちゃ足震えてる。はい、これなら倒れないですよね。怖い。はい、もう大丈夫です。あ、怖い。この辺やね。この辺だ。あ、多分この辺だね。できまーす。行くぞー。行くぞー。あーあーあ。あ、しかも屋形船だ。よそ見はやめよう。なんといいタイミング。ではお世話になりました。ありがとうございます。またまた、ありがとうございました。ありがとうございます。寂しい。今回ね、リベンジとはいえ絶対沈下橋だけは行かないでおこうって決めてたんですよ。怖いから。だけど沈下橋行こうよって引っ張ってくださって、で結局沈下橋着いたはいいけど、ここだけで大丈夫です、渡らないですってもじもじしてたら、いろいろ勇気をくださって無事に克服することができました。うーん、本当に感謝しかない。ご覧のようにライダーズイン中土さんはね、めちゃくちゃあったかいご夫婦がいらっしゃいますので、ぜひ高知を楽しみたい方はね、宿泊してみてください。私もまた来ます。さあ、というわけで私は足釣りに向かいたいと思います。さあ、ただいま足釣り岬を目指して走っているところです。漁業の街って感じだね。船がたくさんあります。うわ、綺麗、キラキラしてる、すごいな。あー、やっぱ岬の方はさ、地球を感じるのがいいね。さあ、まもなく足釣り岬に到着です。足釣り岬着いたぜ。宿
国最南端の足摺岬に到着です。いいね、いろんなとこでこのモニュメントと撮れるのが楽しい。はい、じゃあ岬にも行ってみましょう。足摺岬から四万十市街地に戻ってきました。この赤い橋懐かしいな。多分ね、前回泊まったホテルあっちの方だな。あの赤い橋が見えてたから、あの時助けてくださった看護師のお姉さん元気かな。そうそう、ここの中村プリンスホテルとどこに泊まって、で夜ご飯は足引きずりながらこのローソンに行って買ったんだけど、結局全然食べれなくてね、懐かしい。そしてじゃーん、愛媛県やったー、初愛媛入った。前回来れなかった愛媛県についにやってきました。さあ、そういうわけで明日からはね、ついに愛媛県パートにはなるんですけど、今日はね、愛媛にあるライダーハウスなのかな、はい、そちらに向かっている途中でございます。さあ、間もなく目的地のライダーズハウスに到着します。こちらがですね、オン&オフさんっていうところで、私ライダーズカフェでね登録はしていたんですけど、ここも宿泊地だよって教えてもらったので行ってみるかということで連絡させてもらいました。あ、これか、よいしょ、着いた。はい、本日のお宿オン&オフさんに到着いたしました。こちらはですね、ライダーズカフェもありまして、カフェ兼ライダーズハウスとなっております。かわいいいっぱいステッカーがありますね。こちらが宿泊スペースですね。2階を上がっていきますと、今日は私一人なのかな、多分他にお客さんはいないと思います。はい、こちらは今日の私の部屋です。広い、多分女性と男性は分かれる感じの相部屋になるんだと思うんですけど、はい、この通り一人占めです。お手洗いと、こちらが共有のお風呂スペースです。お風呂広い、お風呂溜めていいよってことでした。タオルもね使っていいよって。あ、ドライヤーもある、ドライヤーで、私はもうお腹が空いたので下で夕飯をいただこうと思います。最高。うん、でもここには明日行くんだよね。うん。あ、あ、じゃあ、で、いや、そうそうそう。で、あの、宿泊のことがあるじゃないですか。うん、あ、どこなんですか、明日の宿っていう。はい、決めてないです。明日の宿は決めてない。あ、今日なんかもすいません。あの、キャタビバッタで中曽根さんに、ええで言われて来てもらった感じ。うん。なんとなく、あ、そうそう、あ、で、じゃあ、なんとなくの感じで、はい、明日は決まってへんけど、明後日にしても、その次にしても、どういう流れ的な移動のイメージなんですか？はい、一周しようと思って。今、こっち、こうやで、こういう一周やで、はい。はい。
you is a just because. I can't kiss you is the dishes in the sink or the lack of a wink. Or just because I love my life with you.